はい、皆さんこんにちは、宮内ゆきです。今日は明治ブルガリアカルシウム飲むヨーグルト低カロリーを紹介したいと思います。ですね、この前 NHK でやってた試して合点で、激しい運動をする人にはね、激しい運動をしてめっちゃ汗をかいた人には、牛乳はいいと。牛乳に含まれてるそのタンパク質とかね、いろんなのが、塩分のね、吸収を助けてくれるということで。だから乳製品ね、飲むヨーグルトも含めて、牛乳はすごいいいっていうのが分かったんで、はい。僕の場合はですね、仕事もこう配達の仕事で、で、ダンスやってる時もすごい汗をかくので、もうすごい塩分消耗もしてるんですよ。だからそうやって汗をもう、ダーってもう一気にかくような人は、こういうタンパク質で牛乳をね、その後に取ると、夏バテしなくなる体がね、作れるということで。はい。夏バテしない体を作れるということでね。昨日から実践しております。で、今日はその飲むヨーグルトを買ってきて、はい。タンパク質もね、同じぐらい、牛乳とね、同じぐらい入ってますし、大体この牛乳とかは、スポーツドリンクに含まれているような、塩分とかっていうのは、もともとそういう、それぐらいはもう含まれてるって牛乳そのものでもね。なんで、はい。牛乳皆さん、乳製品ね、おすすめなんで、ぜひぜひ、激しいスポーツでめっちゃ汗をかいた後、日常生活でじんわりに汗をかく分には、そんなに塩分は取らない方が、取りすぎると、高血圧になっちゃうみたいなんですけど、激しい運動とかね、される方は、ぜひぜひ、乳製品ね、牛乳とか取ってみてください。それでは、またねー。